楽々ミクロマクロ経済学入門、計算問題編の47ページ市場均衡点における、価格弾力性、需要の価格弾力性の計算問題について、お話をしていきます。こちらの方を用意してください。問題文では、このように、需要曲線、供給曲線が、それぞれ与えられて、市場均衡点を求め、その市場均衡点における、需要の価格弾力性はいくらになるのかという問題になっています。まあ、分かっている人によっては、非常に、優しい問題ということになります。まず、この需要の価格弾力性に関しては、さまざまな解き方があるんですけれども、グラフ化できるという時点で、この時点で勝ちというかですね、非常に簡単にできる、することができる。グラフを書いて、図式化してその図によって解いていくという、それが一番、早い確実な方法ではないかというふうに思います。縦軸に価格、需要量や供給、需要量と供給量というものを置いて、需要曲線が、こんな形で書かれていてですね、例えば E 点における、需要の価格弾力性はというふうに聞いた場合に、この問題で言えば、この E 点というのが、市場均衡点になっているわけです。こういうようにですね、三角形と四角形という形になるので、上の長さです。まず E 点からこのですね、需要曲線が縦軸に接しているところから E 点までのここまでの長さと、 E 点から下の長さというふうに2つの長さに分けた場合に、この縦軸に接しているところから E 点までの長さを A として、そして、この E 点から下の長さです、これを B というふうにした場合に、需要の価格弾力性 E はこのように、上の長さ A と下の長さ B というふうに A 分の B として表すことができるということですね。で、この作業さえできてしまえばこの問題はおしまいということになります。それでは、早速問題の方に入っていきましょう。問題を解いていくことにしましょう。まず1番目です。市場均衡点を出す必要があります。要するにここで言っているこの E 点という点を出していく必要があります。1番目、市場均衡点 E 点を出していきます。まず需要曲線が 16-6/1P です。供給曲線が 2/5P というふうにこのように、書かれています。で、テキストの方には、いつものように、P イコールの形にしなさいよとか、需要と供給がイコールなので、これは X にしなさいよとかですね、こういうようなことが、書いてあるんですけども、これはですね、単に、市場均衡点を求めるということだけだったらいいだろうということで、これはちょっとここでは省略しておきます。そのまま、市場均衡点なので、需要と供給というものを両方イコールで結んじゃって、すぐに解いてしまいましょう。16-6/1Pイコール、2/5P というふうに、需要と供給というものをそのまま、イコールで結んでしまいます。そうすると 2/5P プラス、6/1P イコール16というふうになります。分母分子を、すみません、分母を6に合わせましょうか。6/15+1P イコール16です。 16P 両辺に6を掛け算して96、P イコール、6が出ます。
で、このですね、価格ここの市場均衡点 P イコール6というのが出ているので、出ましたので、この状況を簡単にグラフ化させておきます。縦軸が価格です。横軸が、需要と供給というふうにしておきましょう。今回はこれを X というふうに置き換えるというのをちょっと省略しています。こんな状況ですね。で、今現在市場均衡点が、これ需要曲線で、これが供給曲線で、6という形で出たっていうのは、ここが P イコール6という状況になっているということです。ですから、この市場均衡点 E 点における需要の価格弾力性なので、次の作業としては、ここの長さとここの、ここまでの長さというものを揃える必要があります。上の長さが A です。下の長さが B です。こんな形で、それぞれを用意をするということですね。で、ここまでの長さ、 B の長さは6っていいじゃないですか。だけど A の長さを求めるためには、ここの需要曲線と、縦軸との接しているこの長さを求める必要っていうのがあります。ここを F 点だとすると、 F 点の長さっていうのは、需要曲線に D イコール0を代入すればよいので、D イコール0を代入します。需要曲線はここで 16-6 分の 1P というのであるので、需要量0を代入して計算をしていきます。そうすると0イコール 16-6 分の 1P ということになりま す, いいです、ね、こんな形になるので、そのまま計算をすると、6分の 1P イコール16というふうになります。 P イコール96ですね。こんな形になります。ここが96になります。すごい大きい数字で、ここの距離がすごいあるんですよね。で、なんか変だなっていうふうに試験会場でひょっとすると思うかもしれないんだけど、どん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 先に進んでいきましょう。96等から6まで、6から0までというふうな形で、それぞれ長さ A と長さと B の長さが出るわけです。 A の長さは 96-6 です。そして B の長さは6というふうに出ますね。最終的に需要の価格弾力性を求めていきます。2番目、需要の価格弾力性です。はここで言っている長さ的には、ここの長さとこの長さです。A 分の B なので、A の長さは 96-6 です。B の長さは6です。90分の6イコール15分の1という形で出ることになります。15分の1、これがこの市場均衡点における需要の価格弾力性ということになります。したがって3が正解ということです。